旅の始まりは京都駅から長距離夜行普通列車下関行きの B 寝台でした。写真は撮ってないよ。この画像はイメージなのだ。翌朝早く倉吉駅で下車して倉吉線に乗りました。倉吉線は1974年に終点の宇都吹駅まで乗っていますので、合わせて別の動画を予定しています。倉吉線のミニトリップを終えてから長距離普通浜田駅の列車に乗り込み、湯の津駅まで6時間の旅を楽しみました。特急松風号に抜かれるよ。 T51 の引き貨物列車を追い抜きます。倉吉駅を出てから4時間、やっと出雲市駅に着いたのだ。出雲市駅では20分の停車、貨物列車や機動車、向こうには一畑電車が見えます。あれれ、列車に T51 が近づいてきたと思ったら連結しちゃったよ。これから山越えでもないし回送機関車なのでしょう。出雲市を出てから2時間、湯の津駅に着くまでずっと D51 はついてきていました。6時間お世話になった客車とお別れ。終点浜田駅までまだ1時間半かかるのだ。今夜は温泉に浸かってくつろぎます。冷たいビールをグイッと。とはいきません、まだ未成年でした。翌朝は湯の津駅近くで撮影タイム。貨物列車がよく通ります。 ED514 の引く寝台特急出雲号、東京駅から浜田駅まで進んでいました。ディーゼル特急、八雲号が通過するよ。岡山駅なのだ。ディーゼル急行、三部号でしょうか。急行は湯の津駅に停車します。 EF50 の引く客車列車に乗って大田市駅まで移動。再び撮影タイムだよ。ダメクジ D51 の引く貨物列車、 C57 の引く旅客列車、山陰本線の西部は蒸気機関車が大活躍していました。帰りはディーゼル急行、新次号に乗って岡山駅まで行き、開業したばかりの新幹線に乗って帰るのだ。急行はキハ55でした。 ED54 の引く旅客列車と交換します。